ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです。パーシモンハゲのクラブ部屋、改めジャンボ尾崎部屋、ジャンボ尾崎部屋までつけちゃうと丸々だから、パーシモンハゲのジャンボ部屋から撮影をしております。今回はですね、開封の儀をやっていきたいと思います。ライブでやろうかと思ったんですが、長くなっちゃうんでねサクッとちょっと撮ろうかなと思いまして、明日もねラウンドレッスンがあるので、はい、今回は長い包みでございます。最近ね、ちょっとパネルだったりなんだりっていう小物が続いていたんですが、今回は、クラブでございます。この箱はちゃんとした箱なので使えるので、きれいに剥がしましょう。これね、去年の暮れに落札して、年末年始のお休みが入っちゃったので、到着がね、営業始まってからということになったので、結構待ちました、はい、ただ明日のラウンドに使いたいので、開封しときたかったので、撮影をしております。まあライブにしちゃってもよかったんですけど、まあちょっとさ、今ね、もう日付変わって12時になっちゃったかな、撮影をしておりますので、あ、このまま綺麗に、スッとクラブだけ抜いて、これは早速、発送で使えますね。業者さんなんでね、やっぱ綺麗ですね。うん、こんな感じ。まあ先っちょだけやっぱくるんであればいいよね。うん、で、まあ、あとね、最近ね、まあ、この、詰めるのにね、新聞紙あるといいなって感じで、私新聞取ってないんでね、新聞紙が欲しいなと。だ今度ね、ラウンドレッスンご参加の方、新聞取られてて、新聞、古新聞ありましたら、古新聞ちょっといただけると嬉しいです。すいません。はい。というわけで、今回の、あれこれ文字であるだよね。あれなんか違くね、え、なんか違くね、あれ短くね、一緒長さ、あれこれ切ってある、あれなんかえらい短く、あれえらい短くね、こう、今回購入したのは、まあもうお見せしちゃうと、はい、こちら、鶴屋ワンサイダーの、U の8、36度。で、これの U の9番持ってて41度なんですけど、それもう使ってるんだけど、なんかそれよりね、短く感じるの。で、36度って割には、なんか41度と変わんない気がする。今日ね、まあ、動画アップしてあるんですけど、41度でね、アプローチとか、まあ、アプローチを中心にした練習動画、練習垂れ流し動画をアップしたんですけども、それで散々打ってたんで、41度の感じよく覚えてるんですけど、なんか41度よりも、なんか寝てる感じがするんだよな。でも、そんなことねえか。寝てる感じがするのと、シャフトが、短い？ちょっと明日のラウンドで使うので、まあ、41番と比べてみますけど、これ、本当に ?36 度？なんか全然寝てる感じがするんだけど、そんなもんかね。短いよ、これ。なんか41番の方が飛びそうだもんな。あれそんなことはないよな。こっちじゃチェックできないか。iPad に
ヤフオクのアプリを入れてないからわかんねえや。ただね、ワンサイダーの今出てるやつ、新しいやつと比べるとこっちの方がソール幅が広くて、まあ今のあの徳ちゃん使ってる、徳ちゃんとワンサイダー森川さんなんかが使ってるやつもすごくいいんですけど、これももうこれでね、すごくいいです。うん。この辺を使って、まあまたね、アイアンレスラウンドをちょっとこの冬場ちょっと、やっていこうと思ってるので、ここの辺をどんどん使ってやっていきたいと思います。なんか短く感じるんだよなぁ。というわけで今回の開封の儀はこちら。これサムネに使う写真だからね、ジャンボ尾崎部屋と、まあ私の顔はいいや、まあ、ちょっと写しとか、こんな感じ。これサムネ使うよ。あ、じゃあダメだ。36度が写ってないとダメ。難しいね、角度が。こんな感じ。カメラが写っちゃう。光っちゃうんだよね。ワンサイダーの U8。36度。あ、これでいいじゃん。ここだね。これサムネ決まり。はい。これを、購入しました。もう志田検証がコースで志田検証になると思うんですけど、まあそれもね、またアップしたいと思いますので、ぜひ、まあ、参考になるかちょっとわかんないんですけど、参考になれば幸いでございます。はい。というわけで今回の開封の儀は、ワンサイダー U836 度でございました。ご視聴ありがとうございました。パーシモカギでした。ごきげんよう。